どうも、流れでーす。こんにちは。はい、今ポケモン GO に絶賛ハマり中なんですけれども、家の前でですね、家の前というか僕の家の中で現在29種類のポケモンが捕まえられるということが発覚しまして、その中でも、コイキングがかなりの確率で出てくるということでですね、なんと今コイキングの飴が517まで溜まりました。なので早速ですね、こちらをコイキングからギャラドスに進化させてみたいと思います。僕初代ポケモンやってた時もコイキングをギャラドスにするのにものすごいこう感動を覚えたんですけど、今回も個体差をですね、いろいろコイキング百何十匹捕まえましたんで、その中からも結構この個体がいけてるんじゃないかという個体でですね、ギャラドスに進化させてみたいと思います。それでは早速やってみたいと思います。進化ボタンをポチッと。コイキングを進化させますか。はい、いきますよ。これ見たかったんだよな。おお、顔出てきた。おお、ずっしりした音、ギャラドスだ。きた、ギャラドス。すごい、いきなり CP1208 なんだ。おお、噛みつく竜の波動、水飛行タイプのギャラドスが誕生しました。ちょっと僕星の砂をですね12万ぐらい貯めてて、これなんで貯めたかっていうと全部ギャラドスに使おうと思ってたからなんですね。なんでちょっと今ここでギャラドスを、強化してみたいと思います。はい、この調子でギャラドスを、強化させて、あ、やべ、閉じちゃった。まあいいや、でもこの調子で後でやっていこうと思います。まだねコイキングの114ありますんでね、でレベルが僕も上がればギャラドスもどんどん強化できると思うんで、この調子で頑張っていきたいと思います。はい、ちなみに今こんな感じで、まあだいぶポケモンが今300、400まで貯めれるんですけど、もう何回もこう博士に送りつつなんですが、こんな感じでポケモンたちがいます。今これで70種類ぐらいになったのかな。進化させてないのもまだ多いんで、ニドランとかも進化もできるんですけどね、まだ進化させてないんですよね、ニョロモも。こんな感じで、あ、でもね、パウアウトニャースが僕の中では、でもニャースがやっぱ可愛いかな。ドードーばっかりいるからな、こっちはな。こんな感じでですね、いっぱい人手間はもう進化できんじゃないかな。できますね。なんで今度またたくさん一気に進化をさせてみようかなと思います。ポニータも可愛いんだよな。うちミニルーと白龍も出るんですよ。最近アドランも出始めて、な感じでやっております。ではまた今度はポケモンを他のもいっぱい進化させてみようと思いますんで、ぜひお楽しみに。それでは、ほいじゃったらね。